観測技術の発展に伴っておよそ10年前から私たちの太陽は他の太陽に似た恒星と比較して化学組成に異常があるのではないかという議論が出てきました。特に南気発生元素と呼ばれる惑星の岩石に含まれる主要成分が他の太陽類似性と比較して約 10% 少ないことが分かってきたのです。もし太陽の化学組成に異常があるとすると太陽系の惑星たちに与える影響も甚大なものがあります。何しろ太陽の質量は太陽系の惑星や小天体をすべてかき集めた質量よりも圧倒的に大きく、太陽の化学組成がほぼイコール太陽系の化学組成と言っても過言ではありません。太陽に組成異常があるということ、しかもそれが岩石の主要成分の異常となると私たちの惑星も異常だということになり、重大な話になります。当初は観測の誤差なんじゃないかとか、サンプル数が足りないのではといった指摘があり、疑いの目で見る研究者もいましたが、観測データの蓄積によってもはや無視できない状況になってきました。太陽系の近くにある太陽と似たような温度、質量、金属比を持つ太陽の双子星たちと比較すると、観測誤差では説明できない明らかな組成異常が太陽にあったのです。この10年間で太陽の化学組成の異常を説明するために大まかに分けて3つの仮説が提案されてきました。 1. 岩石惑星の形成によって太陽でなく惑星に岩石成分が濃集した。 2. 太陽系以前の分子運で塵によって岩石成分が除去された。 3. 銀河の化学進化に起因する、つまり銀河の内側で誕生したか外側で誕生したかで星の平均的な元素組成が異なることが原因の3つです。特に1の岩石惑星が形成されることで太陽から岩石成分が不足したという仮説が有力だと考えられてきました。しかしこの仮説には一つ大きな欠陥があることが近年分かってきました。この仮説に従うと岩石惑星を持つ太陽類似星は必ず岩石成分が不足することになります。しかし実際の観測結果は多くの太陽類似星にもスーパーアースのような岩石惑星が存在することが明らかになったのです。つまり岩石惑星が形成されたことによって太陽から岩石成分が不足したという説明が破綻したのです。このような状況で今年の4月2日にイギリスの王立天文学会月報に掲載された論文が新しい仮説を提案しました。この論文では太陽の化学組成異常を説明するために従来の岩石惑星ではなく木星と土星のガス惑星に着目します。原始太陽系円盤でガス惑星が形成された場合と形成されなかった場合で円盤のモデル計算を行いました。その結果ガス惑星が形成された場合、ガス惑星の重力によって円盤の中にギャップ、隙間が生じ、円盤の岩石成分がギャップの外側に溜められて太陽への集積が妨げられました。一方円盤のガス成分はあまり影響を受けず太陽に効率よく集積しました。これによって円盤の中でガス成分だけが選択的に太陽に濃集し、相対的に岩石成分が不足したというのが今回の論文が提唱する仮説です。この仮説によって実際に太陽の岩石成分が 10% 不足することを定量的に説明できたと報告しています。また他の太陽類似星で岩石成分の不足が確認されている星ではガス惑星や遷移円盤が発見されていることから、今回の仮説はそういった観測事実とも調和的だとのことです。今回提唱された仮説はもちろんまだ出たばかりですので今後の検証を待たなければなりませんが、あのネイチャーアストロノミーがわざわざニュースにしていることからも太陽の組成異常を説明する有力な仮説の一つとなりそうです。今後他の太陽系形成モデル、例えば近年着目されているグランドタックモデルなどとの整合性を確認する必要があるでしょう。太陽の化学組成の異常が惑星誕生時の秘密を解き明かす重要な鍵となっていくかもしれません。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは研究者が自ら動画を作成し最新科学の情報を発信するという今までになかった新しい試みに取り組んでいます。面白いなとか応援してやろうと思っていただいた方はチャンネル登録していただき、今後も興味を持った内容の回だけでもご視聴いただけると嬉しいです。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなります。また内容についてご意見がある方はコメントいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。